大研液ではクーデックというブランドの医療機器を開発・製造しています。クーデックとはクーデターバイテクノロジーの造語で、独創的な技術で医療に革命をもたらしたいという思いが込められています。何事にもやっぱりチャレンジしていく、楽しく一生懸命やる、失敗を招く場合もありますけど、でその失敗をですね恐れなく、もしくは反対にそれを認めて、じゃあ今度は絶対同じ失敗をやらないなということで、そういう勇気も必要だと。結局医療機器のメーカーの立場として、どんな医療機器を要するに開発したらいいかということをドクターといろいろお話しながら実際のものに反映させていくということが我々の責務だと思ってるんですけど。独創的なクーデックブランドは多くの医療現場で採用され、着実に成長。2009年3月に東証2部に上場し、さらに翌年の2010年10月に東証1部に上場を果たしました。思ったことはこう必ずやるという。そうですね、よりドラスティックにやりたい。好きなことですか、やっぱパッションって言えば好きですね。はあ、やっぱ情熱、燃えるっていうのがいいじゃないですか、血がたぎるっていうのはもう一ついいですね。象の鼻はなぜ長い、このですね素朴な疑問、この疑問っていうものをいつまでも持ち合わせたいなというふうに思ってるんですけど。